はようございます。5月12日水曜日、関東エリアのウェザーニュースアップデートです。昨日から各地で雨が降ったり止んだりで、草花にとっては潤い雨となりましたね。日差しなく空気はひんやりとしていましたが、今日は天気が回復してくるのか、各地の天気を見ていきましょう。朝の雨は一旦止んで、昼間は薄日が届きます。でも油断は禁物。午後はざっとにわか雨や雷の可能性があります。天気の急変にご注意ください。すっきり天気回復とはいかないようですね。外回りやお出かけ中、空が怪しくなってきたら、10分天気予報で1時間先までの天気をチェックしてください。次回の更新はお昼頃です。それでは。ウェザーニュース。